皆さんこんにちは。杉山の日本資本デマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は日本資本主義の成長、米騒動と改造の時代。本日のクエスチョンは、第一次世界大戦後なぜ社会運動が活発化したのか。さあ、この人、改めてすごい人なんですが、ね、誰かしっかり勉強しておきましょう。本日の基礎事項はこちらです。戦争と好景気、労働者の増加と貧富の格差、既成順位制の発展。さあ、第一次世界大戦により日本は、シベリア干渉戦争ともあったんですが、結果ね、ひとまず大戦契機を迎えます。つまりどういうことかというと、輸出額の急増、もう債務国から債権国になっちゃって、農業国からそして工業国になります。船なり金なんかも登場し、財閥がさらにこう成長していく、コンツェルン形態ですね。そして1916年、アジアナンバーワンの工業国へなります。ただし、この背景にはですね、そのインフレに苦しむ都市労働者だったり、既成順位制はさらにこう発展していくわけなんです。で、その後1920年、戦後恐慌が起きているわけなんですね。さあ、第一次世界大戦でこうぐっと伸びたり、またこうなっていく。そして米騒動と寺内内閣。1918年、米騒動が起きます。原因はシベリア干渉戦争の軍用米増加を見込んだ商人の買い占めとか売り惜しみですね。絶対使うだろうってこう貯めといちゃったわけなんですね。結果、この米騒動自体は、軍隊が鎮圧しますが、全国に波及します。そしてこの寺内正武内閣から原敬内閣へ変わる。そして改造の時代、女性解放と。前提はロシア革命、米騒動、第一次世界大戦の連合国側の勝利によってデモクラシーの機運が高まり、さまざまな社会運動が起きます。例えば労働運動では、鈴木文治らが友愛会を結成し、日本労働総同盟、そして農民運動では小作争議がまた急増しますね。で、結果、日本農民組合というのを、設立します。そして社会主義運動では酒井俊彦らによって日本共産党が結成されます。そして部落解放運動、いわゆる得た否認と呼ばれるものの、人たち、そういった人たちを、ちゃんとコピューター使おうということで全国水平社なんかも創立されます。そしてこういった社会運動のさなか、婦人運動、女性解放運動、新しい女って揶揄されながらも、こういった運動に取り組んできます。代表的な人、平塚らいちょう、政党社を、設立し、雑誌政党などを発刊します。市川房枝は新婦人協会を設立し、そして山川菊江は赤壇会を設立します。こういった形で女性が新しい時代を切り開こうと頑張っていくわけなんです。そしてこういった運動の結果、日本は普通選挙法を実現することになりますが、それと同時にある法も誕生します。さあ、本日の名言は、私この人が実際に本当にいたかどうか不安なんですが、なかなか出てこないんですけど、メアリー・ジョンストンという人のなんか名言があって、ネットで検索すると出てくるんですが、言葉としていいので、今日紹介しておきます。叩かれたからといって、へこんでしまうことはないわと。
あれだけ叩いて卵を泡立ててもケーキは膨らむもの。なんかいい前向きな言葉ですね。というわけで、本日も杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございました。